さてちょっと今回なんですけれども、はい、建築バトルをやろうと思います。来たか建築バトルなるほど、はい。でまぁ、ちょっとね園長には軽くね事前に知識を入れてもらってはいるんですけれども、今回ね普通の建築バトルじゃないんですよ。何、うん、すごいよ。いいのすごいとか言っちゃって大丈夫？いや今回マジですか、今回マジですか。ちょっとこっち来て、ちょっとこっち来てください。いつもハードル上げがち剣だからね。今回はすごい。ちょっとこっち来てください、こっち。今回ばかりは、うん、あれどこだっけ、ちょっと待って、ちょっと待って、わかんないかい。こっちじゃない、こっちじゃない。この豚かい、この豚かい、その豚じゃない、その豚じゃない。あんま強くない。どこに作ったっけ。あ、こっち間違えました、こっちです。さあ僕のいるところまで来てください。はい、見てチェスト開いてね。これ僕が作ったのよ、このチェストが開いてるの。え、本当に？うん。嘘でしょ、嘘でしょ。いや嘘じゃねえよ。嘘つくのやめてくれよ。いや嘘じゃねえよ。今回はこのチェストの中にお家を作るっていうバトルをしようかなと思いまして。え、この中？はい、この中です。え、できんのそんなこと？できるんですよそれが。嘘だ。いやいや、いろんなもんって、めっちゃめっちゃなんで嘘。今日なんで疑われんの？僕これ作ってないでしょとか。今日はそういう日にしようと思って。いやいや、本当本当本当。まずこれも作れるし、ちょっとね、じゃあクリエイティブモードにしますわ。で、このね、2分の1とかってなってるのの2分の2の方に行ってくれ。で、一番左に T0B みたいな感じで書いてあるの分かる？この赤いなんかさ。ああ書いてありますね、紋章 Chiseled Me、 ファイアーエンブレム。そう、はい、じゃあ例えばそのファイアーエンブレムの、はい、上の段の 1,2,3,4,5,6 番目ぐらいに16分の1ってなってるの分かる？なってますね。うん、はい。それを持って右クリックしてみてくれ。うわでかくなった、2人が。違う、ペンティー2人がでかくなった。ペンティーがめちゃくちゃちっちゃくなってる。俺が小さくなったのか。いや怖すぎる、怖すぎる。この圧力怖すぎるの、さすがに。ペンティー、ちょっとペンティーそこにいて。オッケー。あ、埋められない、埋められない。うざ延長。いや何、ちゃんとブロック。じゃあ、うん、すげえ、これ。ああ、ちょ僕のチェストまで行かない？大丈夫。だから俺はクリエイティブモード。ああ、そうだった、忘れてた。マグマの中にいる。かあ、いる。ああ、燃えてる燃えてる。ちっちゃくても燃えてる。黒焦げ。で、じゃあペンと逆に、はい、そうだな、まあ、今回はあんま使わないかもしれないけど、ああ、なんかさ、青い方にさ、4倍とかさ、8とか書いてあるのある？はい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 、これで16か。うん、それでピッてクリックしてみ。なるほどね。でかい。オラ。どいてくれ。でかすぎ、でかすぎ。これすごいな。これ自由自在に大きさ変えられるのよ。すげえ、海の上も走れんじゃんこれ。水の上も。そう。で、すごいすごい。ペントさん、このチェストのところでもう一回小さくなってくださいよ。そしたらこのチェストの中に入れんのよ。なるほどね。この辺か。この辺か。邪魔だなこの。ここ。あ、来た。くそ。来た。ここです。ちっちゃい。それで上に行って。おお、ちょっとお前今ぶっ壊したな僕の。ワンパンしてた。チェストワンパンしてた。こいつやばい、ごめん。はい、おお、入れた。入りました。かわいいね。じゃあ僕も行きます。来た。おお、やばい、バケツ持ってんの。怖すぎる。やめてくれ。じゃあ僕の作品火がつく。やばい。まあこんな感じに大きさをね自由自在に変えられて、で、こういうね細かい建築ができるようになるんですよ。なるほど。そうだから今回はこのチェストの中のお家を作るっていうバトルをやってもらいたいと思います。
で、じゃあそのじゃあどうやってこれを作ったかなんだけど、これがね、はい、結構説明量が多いんですよ。ちょっとまたいいボタン押してください。一つ右側にこのハンマーみたいなマークあるの分かる？リトルタイルズありますね。まあこの辺はカットかもしれないけど、ちょっと一応一つずつ説明していきます。了解。はい、リトルハンマーをまずは出してください。ちょっと皆さんいろいろ練習をしていただいたと思うんですけれども、どうですか？これすごいね、はい、難しい。だいぶ汚くなったけど。だいぶ汚くなりました。まあこれらを駆使して小さくなったり大きくなったりして、まあオリジナルのチェストハウスを作ってみてください。わかりました。じゃあこれが見本のチェストということで、はい、了解。それでは行きたいと思います。1についてよーい、スタート。勝負だ延長。お、ベント選手いきなりいいね。いい感じです。いい感じだね。減らしてる減らしてる。地道すぎるこの作業が。ベントの方が形的にはちょうどいいかもしれない。なるほど。ちょうどよくないです。ちょうどよくない。一回りでかい。ベントでかい。全然でかい。え、これ何、サイズちょっとでかいのアウト？いや別にいいよ、そこら辺はまあ自由でいいよ。 OK、 まあ、多分でかい方が作りやすいんだよな。なんか地下まで掘り進んでるか、ベント気のせいかな。縦に長くなって、あ、そっか、これ地下にも石置いたんだ、うん、これ。あ、でもまあそれはそれでありかもしれない。なんか新しい建築方法。結構縦長になってる。なるほど。割と深め。それ聞いてないな。今のところベントさん便所です、これ。完全にこれ古代の便所。古代の便所です、これ。いや、古代のボットの便所です、これ。君はもう自由でいいよ、ペント君は。オッケー。延長君には完成度、ペント君には独創性を求めているから、うちのチャンネル、ま、任せて僕に。これでこうでしょ。なんだこの形は。なんだこの形でいけるか。あ、なるほどね。これ蓋閉まった時絶対閉まらん。絶対ずれるよね、これ。絶対ずれる。なるほど、ね、まあ、いいんじゃないの。こういう感じでいくか。オッケーオッケーオッケー。おっと、着実に園長塗りに入ってる。あ、僕よりいい色出してるかもしれない、これ。これなかなかチェストの色に近づけるの難しいんだよな。すでにペントのチェストは暗黒と化しております。やばいやばい。まずはここからスタートよ。あ、先に黒からスタートすんの。そう、縁を決めてからスタートする。あれ、あ、どういうなんか汚いのついちゃったみたいになってる。漏らしたか。完全に間に合わなかった人。駅の口に。完全に間に合わなかった人です、これ。トイレ前で終わった人か。そう、最後の最後で油断した人。悲しすぎる。それもう大体でいいや。まさかまさかの延長が大体に。まずは全体像からやってって、後でディティールを詰めていくんですよ。なるほどなるほどね。でもようやく色が見え始めてきた。よしよしよし、分かってきた。掴んできた。この来た。完全に掴んできましたよ。ん、この子いい感じになったな。いい感じか。今偶然いい感じになったんだよね。今奇跡のワンクリックがあった今ここに。ペンド、ここ空間あるよね、ここ。どこ。ここ。そこ。ああ、空間がまずい。これ埋めなきゃ。よし、じゃあ私チェストの中身を建築します。早っ。何？早いな。入ってきます。じゃあね、ベンティ。おお、さよなら。すげえ。すげえ。来た。これすごいな。よし、俺もじゃあ突入するか。満を持して。ペントも満を持して。行くぜ。ちょっと欠けてるが、まあまあいい。いいでしょう。中から修正する。待って、一回暗すぎるな。一回明るくしないと。ペントは一人でスプラトゥーンをやってます。黄色 VS 黒。黄色 VS 黒をやっております。タイガーマッチ。お、ペント選手
謎のブロックを置き始めています、はい、あれ俺白樺のつもりで置いてるんだけど、はい、白樺に なりません。あーなるほどね、これ白樺の今一部を置いてるってことになってんのかな。あそういうことか。うん、もうだってこれが最小単位だからね、この大きさが。あそっか、これ、うん、このサイズの白樺のあれになるわけじゃないのか。それはなかなか難しいんじゃないの。あなるほどね、なるほどね、自分で色を調整しなくちゃいけないっていう。めちゃむずい、めっちゃむずいそれいやとりあえず白樺に模したも白樺の一部を使っていこう。おっと園長選手入り口ができ始めてる、これは重要だ。入り口だとこれはあこれいい、入らねえ、僕は入らない、もう一回りちっちゃくないとこれ入らない。あなるほどね、やばい、あいつカンニングしやがった見させていただいた。あペント窓だ窓、はい、窓が重要だ。あそう一番大事なのは窓ですとにかく窓です。窓全て筒抜けなんだよな窓が大事です。あ分かった。でもペントそれ今地下にいるよ君言ったけど。え嘘。そうだこれだからちょっと縦長なんだってペント。あーこれやばい窓もこれも地下だよ。いや、 やっぱ園長の家はなんかそれっぽくなりそうだなこの感じ。おい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 マジかよ。つまりペントさんが敗北宣言ペントこれ多分目チカチカして死んじゃうよこんな人こに住んでたら多分ストレスやばいだろな毎日のストレスだいぶやべえよこれ。ちょうどさっき岡本太郎さんの本読んでたからいける気がするんだよな今なら爆発を起こせる気がする。なんで読んでんだよちょっと気になっちゃって難しいな。一マスが結構でかく感じてきた。そうそれなのよそれはある。君たちはとてもちっちゃいはずなのに。おちょっといい感じになってんじゃんペント。そうなのよ。スケスケをうまく利用してるのかこれはもしかして。完全に利用してますねこれ。おおーはーあなるほどね。先にああ色をつけずに。そうあ違うペントの方じゃないんだまた俺じゃないのかそっか失礼失礼失礼俺も色つけするやつだからあでもいいじゃんこの入り口近いについてる。これいい感じですよこれ。これ前回の園長パクりましたねいやいやいやそんなことないですよなんかキャンプですかここいや それなのよ実はコンセプトキャンプなのよ。なるほど難しいなこれ。まあでもここに赤いのとりあえず置いとけば。おいや園長結構すげえ何あすごい。あ色がつき始めてきた。おすごい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 。見に行きまーすすぐ見に来るすぐ見に来るペンさんそっちは僕が作ってるあの試作品。あやめて倒された倒された行き過ぎた。すげえなこいつ。こいつやりよるよやりよるよこの男。なるほどね不足なしだな相手にとって君が不足あるんだよ不足しかない不足分しかありませんあでも頑張って火を表現している気がする。そう燃え盛れでもさキャンプ場でこれ焚き火だとしたらやべえでかいよ。大火事状態自分の2倍くらいの火柱立ってんねこれでもその岡本太郎さんは自分の中のものを爆発させるだけでいいって言ってたからきれいと思われなくてもいいんだってそうめちゃくちゃ影響受けてるとにかく自分が出したいものを出すと。もうペントはこれベッドとか置かないの。いや実ははいハンモック置きたいのよね。だけどそのあの曲線の表現が鬼むずいなと思ってずっとっハンモックはむずいね。なんかお仏が乗ってるけど大丈夫お仏じゃねえよお仏じゃねえよこれこれ枕これ俵ベッド俵枕俵枕かでも俵全く俵じゃなくてただの大渦みたいになっちゃったお漏らししたみたいな完全に漏らしちゃったやつしかも大きい方。お二方はこの昼と夜どっちがいい、はい、私は夜だな。これはどっちでもいいです。
じゃあそれでは夜にしまして、はい、ペントさんの作品を見ますか。どうぞどうぞ来てください。どうぞ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 。来た。しょっぱななんかドゥンってぶち当たるんだが。ペンチです。構造が。見てください。おお、カラフル。タイトルは、はい、駆け出しキャンパーズハウスですね。なるほど。これは真ん中にあるのがこれ焚き火ですね。そう、これ焚き火テーブルが周りにあって、焚き火をみんなでこう座って長テーブルに座って最大で3,4,12 人まで見ることができます。大炎上。こんなところに座りたくねえ。大炎上ですね。この距離で見てたら皮膚溶けるな。温度えぐいことになってる。温度えぐいことになってるね、これ。で、上にはこうタープがあると、あの雨よけですね。うん、あ、なるほどね。雨よけが設置してあって、はいはいはい、その、うんうん、後ろには星々が輝くと。あ、なるほどね。そう、すごいすごいすごい。グロスストーンが効いてます。グロスストーンが完全に効いてますね。で、後ろにあるこの白いのがこれシアターですね。はいはい、ホームシアター。そう、ホームシアター。特になんか映せるわけじゃないんですが、こうキャンプしながら、はい、炎を見ながらここで映画を見たりできるっていう設定ですね。なるほど。なるほどね。炎でかすぎてこっちの人全く見えねえけど。そこ座ってる人は全く見えませんね。最後の仕掛けが一個あるんですよ。はい。はい。ちょっと皆さんここに来て空を見てください。はい。はい。行きますよ。はい。ほら、見えた見えた、今の今見えた。なんでなんで今の、なんで今の流れ星見えた。見えた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 流れ星見えました。見えた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 。よかったね、流れ星見えた。どうやってやったの。何でした、何でした。これは僕だけに伝わる技術なんですけど、はいはい、コントロール Z とコントロール Y っていうキーがありまして、なるほど、元に戻すっていうところで、これを繰り返すことにより、あの流れ星を発生させることができるんです。これすごい。それはそのアイディアは確かに爆発してるわ。これ完全に爆発しました、僕の中で。爆発してる。それは岡本太郎だ。これ完全に岡本太郎が僕に憑依しましたね、一瞬。完全に来ましたね、これ。ちなみに火でもできるんで、これ火とかでもやろうと思ったら何でもできますよ、これ。あ、なるほどね。そう、連打すればどっちか連打してみたいのをやれば、こう燃え盛る火とかも表現することは可能だし、シアターに何か映すことも可能ですね。なるほど、ね、なるほど。そう、流れ星見えました。以上です。よかったね、流れ星見えて。ありがとうございます。以上です。これ結構いいね。なんかあれとな、俺負けたかな。いや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 、わからんわからん。遊び心がうんすごかったな、爆発してた。爆発した。じゃあお昼にしまして、園長さんの方行きますか。はい、行きましょう。はい、私はですね、まあ非常に無難、はい、無難ですね、はい、大人の書斎と言ったらいいのか、寝室ですね。大人の書斎。お邪魔します。おお、すげえな、これ実際すごいね。 すごいこのちゃんとルールを守ってキレキレですね。ルールは守った。ルールは守りました。完全にルール守ってます。確かに。君みたいに横にははみ出してはありません。あれ完全に多分ズルだからな。あ、いいね、ここちゃんと窓際にこう座ってテーブルがあって。そうなんですよ、赤いカーペットがあり、ようできた なこの配置。てかこれがすごい、この色付きの。お、誰だ。あ、危ない危ない危ない。まさかまさか、ま、これもできるのか。あの技術をあの技術来るか。これあの技術、あの技術使うとできますね。あ、これできますね。現れる壁。これ何の技術。これ本棚が、これ本棚が出たり入ったりしてますね、これ。なるほどね。今回は結構いい勝負なんじゃないかね、これ。いや、俺結構ルール破ってるけどね、これ。いやでもちょっと遊び心、そのやっぱり柔軟さというか、はい、そこの部分ではちょっと俺も負けたなと思った。なるほど、うん、ありがとうございます。あ、流れ星のあのアイディアにはちょっと感服いたしました。すごいですね。偶然奇跡が起きた、あの瞬間に。さっきいけるぞと思って。俺ちっちゃい状態で流れ星やってみるから、ちょっと2人通常の状態でちょっと見てみて。あ、オッケーオッケー。通常状態でもうこの奇跡は起こるのか。
ないんじゃないかな。なってなってる。 どうですかどうですか、いい感じですか。いい感じかはわからないな。微妙か。あ、嫌な音がする。あああああイエーイイエーイ吹き飛んだ、すべて吹き飛んだ。コントロール Z、 コントロール Z、 流れ星が流れ星が出てる、出てる、流れ星が見える。最後の流れ星が。これだけ戻せる。虚しすぎる。消し積みになったすべて。